久保さんうござい,ますいや眠いっすね久しぶりに昨日2時ぐらいまでちょっと仕事してて、まあ、商品販売だったんでいろいろとねあとお財政の対応とかもちょっとすぐしてちょっと久しぶりに0時を回って2時ぐらいまでやってましたね <laughs> そうありましたねそうホーチュンビジネス まああの東京の時はね、いろいろな案件が、こう、会社に来ましたよね。やってましたけど。もうあの僕は、その、自分で選べるっていうね。うん。自分で選べるようになったんで、これがね、やっぱね、良かったなっていう。まあその、一番最初に僕が選んだのは、鹿児島を選んだっていう。まあそこから全てが自分の人生を選ぶっていう。 そこから僕の人生の大きな変化があったんですけどねうん。本当に全部、全選択ですね。全部の選択を自分で選択できるようになったと。自分で選択して自分で歩けるようになったっていうのが、まあこの5年を振り返って思うことですね。で、結果的に全部自分の選択で、あの、道を選んでね、えー、歩く人生っていうのは、こんなにいいことなのかと。 うん、ここの領域に到達するとうーん人生楽しいなっていう <laughs> だから本当にあんな教師にでも後悔ないですし、うん、まあ一応ね後悔はないけどもああなんだあちょっと責任が一応サポートしますっていう責任があるので前、まあ、言われたのがその 吉田さんが死んだらどうするんですかみたいな、サポートどうなるんですかみたいな言われたことがあるんですけど、まあそのお客さんもお客さんで明日生きてる保証されてるお客さんなんかいないですからね。それはイーブンですよっていうのをお話ししたんですけど、うん。だからまあ、うん、そこはすいませんと。明日、こあのね、車に跳ねられるかわかんないし、なんか、電車、電車が脱輪してね、あのー、死ぬかわかんないし。 一昨日だったかななんかその今、リニアモーターーやってるんですよ。ね。あと3年後、4年後に開通すると思うんですけど、その、中津川っていうところのトンネル工事かなんかで、その崩れてね、あの、一人亡くなられたっていうニュースがあったんですよ。なんか、ポップかなんか出てて。中津川懐かしいな、みたいな。僕大学が中津川、岐阜県の中津川だったんですけど。 うん、どうですかね、リニアモーターカーの工事で亡くなった人いるんですよ。で、その亡くなった上でまた工事は続けるって、まあ、工事はね、影響はないみたいな感じで言ってましたけど、人が亡くなりつつも作られたものに、まあ、みんなが乗るんでしょうね。うん。前そのち、かなり昔ですけど、中央道も崩壊、トンネルで崩壊して何人か亡くなったんですよね。うん だから本当何があるかわかんないですからね。うん。だから何があるかわからないこそ、わからないからこそ、早く自分の選択で人生をこう歩めるようになった方がいいんじゃないかなと思いますね、僕は。うん。まあ本当ね、鹿児島に来てよかったなと思いますね、僕は。うん。 まあ本当に、まあ分かんないでしょ結果は分かんないけども、東京にとどまってたら、またと、あのー、違う何かがあったでしょうね。違う何かが。でもそれ違う何かが分からないし、違う何かより、僕は今の選択が、あ僕自身が良かったと思うんで、うん、もう後悔はないですね。 だから後悔がないっていうのは自分の選択で進んでるっていうのが後悔ないじゃないですかね。自分の意思で決めてるっていう。うん。だからその、なんかジョイントするにしても選べるわけですよね。しかも今は僕は本当に熟成さんとしかほとんどやってないんで、うーん。そう。で、その中でも、 まあでも、ジョイントのオファーが来るのっていうのは、ちゃんとやってる人しか来ないですからね。<laughs> 僕もゃ一応ちゃんとやってますから。うん。そう。ドリアが入ってしっかり学んでやって、結果出てる人、その中で、えー、なんだ、来るわけですから。うん、だ一般の方とはもうね、ジョイントすることはないと思いますね。まあ、久保さんはちょっと例外ですけどね。久保さんは例外ですけど、久保さんはまあ、このやり取りしてますから。 熟成さん以上にやり取りしてますから。うん。ただ、億万長者合宿が10年後ね、久保さんの、なんだ、60歳とかのね、あの、還暦合宿みたいな。還暦合宿みたいな。億万長者合宿還暦倍還暦みたいな感じでね、最後や,やるかもしれないですね。還暦祝いっつって、うんう。まあ、リアルの方は僕はリアルセミナーとかは、ちょっと、 あ,あと数年もうほんとコロナがなくなるまではちょっとやらないですけどね。うん。はい。ということで、テーマは何にしようかなテーマは自分で決めろ。いってらっしゃい。